はい、今回はですね、引退選手の一日を密着させていただくということで、まあ大学の先輩でもあるセンターバックで一緒にも組ませていただきました小林輝明さんの密着をさせていただきたいということで、フィデスというアパレルで僕もお世話になっているんですが、まあ実際どういう一日を業務をされているのかというのを密着していきたいと思いますので、早速行きましょう。今日もカミカミです。はい、こんにちは、よろしくお願いします。テレさん、こんにちは。お願いします。お願いします。小林輝明さんです。小林です。お願いします。お願いします。引退されて今どのくらいでしたっけ、テレさん。引退して4年、4年は経った。ああ、4年経ったんですね。アパレルやられてる方最近では結構いると思うんですけど、でもここまでこう、なんていうかね、しっかりとというか、SNS も駆使したり、いろんな形で軌道乗ってっていうのは、なかなかいないと思うんですよ、周り見渡しても。その中で、こう、まあ、テルさんにこうやって密着させていただいて、まあ、どういうことをされてるのかっていうのを、ああ、なるほど。はい。はい、ちょっと密着させていただきたいので、はい、よろしくお願いします。お願いします。私も来てます。いつもありがとうございます。いや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 。普段ってどんなスケジュールなの？普段は、まあ、朝、まあ、近くに事務所があるんで、そこに行って、まあ、作業とかずっとしながら、店もいますけど、基本まあ作業しながら誰か来たら店に来る感じが多いし、まあ、あと、まあ、出張もちょっと多いんで、東京とか、まあ、大阪とかもよく出張に。ここをデザインされてるのって全部テルさんがやってます。デザイン基本的にはそうですけど、グラフィックとかの絵とか自分でできないものに関しては、ああいうデザインの入ったものとかを知り合いのデザイナーとかアーティストさんにお願いしているものもあるんですね。あります。那須さんがいつも YouTube で来てますけど、YouTube の、 その初期から。初期ですよ、本当に。あのサブチャンネルあげたんですけど、はい、行ってたのかな、登録者数、はい、再生回数1000回いってたのかなっていう。本当に何の広告効果も期待できない時から、はい、まあ、テルさんにこう電話して、はい、いいですよ、来させてもらえませんかっていう感じで、はい、その電話受けた時どういった心境だったんですか。YouTube とか、まあ現役だったんで、はい、その頃はまだちょろっと出たての頃だったから、またなんか始めたなってちょっと。でもまあその時にいろいろ後先のビジョンとかもなんか聞いて、まあ那須のことだからとことんやるんだろうなと思って、まあね、大学時代一緒にやった仲なんで、手助けできることもあればと思って。テルさん、昔からしてるんですけど、持ち上げ上手なんですよ。そうなんですか。え、じゃあ、まあ、今日は店頭でまずリモートでさせて。そうですね。あとちょっと、まあ、打ち合わせもあるんで。そちらの方も密着させていただくってことで。はい。すいません、お願いします。事務所ということなんで。はい。ちょっと入らせていただきたいと思います。はい。おー。いや、だからもう、本当倉庫だから。おー、でも、なんかあれですね。ここを綺麗にしてるからいいじゃないですか。なんか物があんまなくていいじゃないですか。こっちにはもうちろん倉庫っていう。ね、すごいですね。見てください、ほら、倉庫。在庫が。いやそんな。パタ。ちなみに情報ですけど、この密着とは関係ないですけど、テレさんゴルフめちゃめちゃ上手いんで。あ、そうですか。めちゃめちゃ上手いですから。70代でもありますから、まあゴルフしてる方からしたら、70代ってどんくらいすごいかわかります。ちなみに那須は90から100です。パターチャレンジ。これはい。これが入るでしょう。はい、なるほど。さすが、さすが。いや、外れてる。撮りました、今。はい、撮りました、撮りました。さすが。すぐですね。やばっ。今ちょっと見てました、今。ちょっとこっちにずれたよね、ちょっと。そうっすね。ねえ、ちょっと風使ったよね。
ません、うん、ありがとうございます。全然全然そうだ。はい、ということでこれから、ナオコーヒーさんとのコラボの打ち合わせですね。そうです、みたいな事務所、はいはい、に来てみたいなんでちょっと発生させてもらいたいと思います。はい、あ、こんにちは、すみません、はじめまして。どうも、佐藤です。よろしくお願いします。同じ場はい、同じ場で本当に確かに、まあ、同じ場ですか。これいいっすよね。安いですね。ね、そう、安いっすね。でもいいっすよ。まあ、いいっすね。これ、大体わかりそうだね。マイクしてる。いや、靴かもね。靴入れる。あ、まあ、靴出すのかな。こう来たい。はい、お二人に聞きたいんですけど、あのコラボのメリットって何ですか？僕の考え的に言うと、基本的にコラボレーションっていうのはウィンウィンじゃないといけないと思ってるんですよ、うん、だからそのどっちか偏る方に偏ったメリットがあること自体があんまり成り立たないと思ってて、でもとはいえ、まあ、明らかに向こうの認知の方が高くて、うん、っていうケースももちろんあるんですけど、はい、なんかその場合ってまあ、例えばうちでいうと、例えばグローバルワークさんとかも大きいところでやるときって、まあ、向こうの認知度が高いですけど、向こうからのメリットとしては、うちみたいな福岡発のところとやってるっていうことで、あ、まあ、面白いことやるよねとかいうふうに思わせられるっていうところはあるのかなっていうのがありますけど、僕はでもあと同業とはやらないですね。ああ、そうなんですね。はい、コーヒー屋とやることはまだないです。今後もやるつもりはないです。スタバは別ですけど、そこは別なんですか？そこは別なんですね。スタバは別です。スタバは絶対やります。でもジョフィデスとやってから、やっぱりそのサッカー選手だったりとか、はい、そのサッカー好きのね、うん、デイズやハードの人たちとか、うん、やっぱり知ってもらって、うちのことが好きになってもらったりとかっていうケースも全然あるので、うんうん、それはそれこそそういうね、ウィンウィンな関係っていうのはまさにそうで、はい、うん、そうだ、弱いでしょ。本当だ、弱いでしょ。はい、ということで、今回テルさんの密着ということなんですが、はい、うん、アパレルやられてて、もう4年ってことですね、うん、きっかけをちょっとまず聞きたいんですけど、きっかけはね、まあ、もともとずっとサッカー以外のことで、はい、まあ、絶対チャレンジしたいっていうのは、はいはい、でも考えてても何もとりあえずね、うん、これって言ったのはちょっと見つからなかったですけど、まあ、ただ今まで、まあ、プロも15年やらせてもらったから、その人脈も活かせて、うん、まあ、自分でできることといったらまあ限られてきて、うん、その中で、まあ、興味あることといったら洋服か、まあ、あと飲食とかもまあ興味あったんだけど、うん、ただ飲食だとやっぱりその近くの地域の人しか呼べないし、そうですね、うんうん、で洋服だったらある程度全国とか、うん、まあ、もっと大きくて世界に対して広げていける可能性はあるから、うん、まあ、まずはそこから取っかかりとして始めようかなっていう、うん、まあ、でも実際本当に辞める時に、本当にアパレルをやるって言った時にはみんなやっぱり難しいっていう、難しい、大丈夫っていう、はいはいはい、そうっすよね。いや、そう聞きますから、まあ、もういいじゃんいいじゃんって言ってくれる人はまあほぼいなかったから、テル、うん、さんがそのアパレル始める、うん、上でそのノウハウとかはもともと誰かから教わったとかあったんですか？いや、全くないね。全くゼロ。全くないし、ゼロ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 、はい、ゼロだけど、まあ、一緒に立ち上がりの時に一緒に、まあ、ついてきてくれたスタッフがもともとアパレルやってた人だから、ある程度のことは、まあ、情報はあったけど、でもがっつり生産やってたわけじゃないから、うん、その子もなんかね、あんまりそのアパレルなんだけど、アパレル業界のセオリー的なものにあんまりとらわれない、知らない分、はいはい、自分がやりたいようにやってる。え、実際それでスタートして、うん、どうだったんですか、その、まあ、最初はやっぱりあの知り合いとか、はい、ね、サポーターとかが来てくれたけど、はい、まあ、それもやっぱり一周すると、うん、まあ、本当厳しいものになっていったし、うん、まあ、最初はその 2,3 ヶ月で良かった分、はい、そこからの落ち込みが、うん、だし、まあ、最初良かったから結構服も、まあ、作ってたんで、あ、在庫、在庫とかがね、あ、え、じゃあ、まあ1年目が特に一番きつかったっていうことなんですね。1年目
が一番きつかったし、まあ、1年経ってあこんなにお金稼ぐの難しいんだって改めて思ったし、まあもちろん店もいきなり出しちゃったし、はい、在庫も作ったからそれはねマイナスにはなるけど、はいはい、まあ、言えないぐらいのちょっと負債を抱えて、でも、まあ、もちろん2年目でもそれは返しきれてないから、はい、でやっとやっぱり3年目ぐらいかな、まあ、認知度も上がってきたんだろうけど、まあ、しっかりぶらさずにやってきた効果もあって、やっぱり一回かかってくれた人がまた帰ってきてくれるようになったから、はいはい、まあ嬉しい反面まだまだでも油断しちゃいけないなっていう、まあそれは常に思ってるけど、このやってて嬉しい時ってどういう時ですか？まあなんていうかな、街とかでうちの服とかすれ違ったり確かに、あと東京の友達とかも、うん、今目の前にフィリス帽子かぶってるよとか、はいはいはい、そういうのがなんか一番嬉しい。あ、確かにそうっすね、うん、まあ、あとはあとうちの洋服買ってくれたお客さんがお客さんを連れてきてくれる知り合いを、はいはいはい、それってやっぱりね、うん、本当に自分がいいと思ったものじゃないとそうならないから、 それはすごく嬉しいし、うん、まあ、そういう風なブランドでないとやっぱり続かないのかなっていう。あ、そうですね、うん、まあ、視聴者っていうか選手もまあ見てくれたりしてんですけど、このアパレルを、まあ、今現在選手もやってる人何人かいると思うんですよ、うんうん、アパレルをする上で大切にしてきたことっていうのをちょっとこう聞きたいんですけど、うんうん、そうだね、まあ、うちは、まあ、価格帯とかそこまではまあ安くはないんだけど、ただ作る側の人間がもう見えている分、できたもの、適当なものは絶対作っちゃいけないっていう、はいはい、例えば T シャツで一回着たらヨレヨレになるとか、はいはいはい、もうそういうのだけは絶対しちゃいけないっていうのはまずあって、うんうん、まあ、あとは、まあ、結構スポーツ選手とか体が大きいし僕も大きいから、うん、そういう人たちでもなんかストレスなく着れる服っていうのをまず考えてものづくりは始めてるし、うん、今でもその気持ちは変わらない。皆さんちょっと参考に、まあ、あとはなんかね、どこに対して売りたいかと、あ、はい、まあ、その辺をまずはしっかりしないと、うん、どうしようと。でも一緒かもしれないですけど、その土台となる人たちというか、うんうんうん、自分の幹となる人たちってすごくそこを大切にしないと他ばっかこういっちゃうと、そうですね、結局っていうのもあるんで、深いことありがとうございます。いやいやいや、本当です、はい、ありがとうございます。はい、ということで僕が出した新商品に関してはあのこれから発表みたいなので、はい、まあ、お楽しみに、お楽しみに、はい、本日はもうこれで店舗に戻ってってことですね。またそうですね、もうちょっと仕事して、あ、はい、ということですね、はいはい、なので今回ちょっと密着させていただいたんですけど、はい、今後の目標、目標、はい、そうですね、まあ、いろいろちょっとアパレルでもう少し広めていきたいというのと、アパレル以外でもチャレンジしていきたいというものがあるので、まあ、またそこはおいおいその時に発表させていただきますので、お楽しみにこれから引退する選手のことなんですけど、まあ、アパレルのみならずこうやって新しいことにチャレンジすることに対してのメッセージじゃないですけど、最後にいただけたらと思います。そうですね、はい、まあ、なんか僕もアパレルに行きましたけど、アパレルのことなんか別にあんま知らなかったし、何かやっぱりそこに踏み込む勇気さえあればそこに入ってしまえば絶対できると思うし、もともといろんな厳しい競争の中で勝ち残ってきた、ね、人たちがほぼほぼだから、それを自信を持って、まあ、違う世界でも絶対勝負できると思うので、まずは勇気を持って一歩を踏み出すことをお勧めします。概要欄の方からも、ビデスのもう覗けるようになってますので、皆さんもぜひよろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。